コダックは性別でなんか見た目違う？いや何も違わんな。二人とも間抜け面だわ。ほいで次は試練の場所、せせらぎの丘って言ったよね。なんかこっちの方、せせらぎの丘、島巡り、試練の場。よし、向かおうじゃないか。あ、ここでなんかが起こるんか。え、この辺でなんか起こるんじゃない？違う。え、なんか旗のマークあるよね。こっち？いや、違うね。あ、普通にもうこっち行ったんでいいってことかな。あれ？あの場所で何かが、あ、ここか。ここか、微妙にずれたよね。ぴったり合わさるわけではない。はい、私、スイレンでございます。あ、この子がスイレン、かわいいんですけど。こちら、せせらぎの丘のキャプテンを務めています。キャプテンって感じじゃないよね。腕の立ちそうなトレーナーさん。よろしければ、よろしければお助けください。はい。さあさあ、こちらへどうぞ。私についてきてください。なになに？なんかちょっとぼーっとした感じの顔の子やけど。スイレンを追いかけて丘の奥へ行こうろ。ここはせせらぎの丘。この辺あれかな？ムーランド。ムーランド、ムーランド。なんかバキって言いそうやけど。橋。あ、なんか落ちとる、落ちとる。アイナはネットボールを見つけた。ん、なんかおじさんがおるよ、そこに。あ、トレーナーだった。トレーナーだったわ。必ずポケモンを釣るコツを教えて差し上げましょう。マジで？あ、ポケモンの世界でも釣りというものがあるのか、そういえば。釣り人のオキトが勝負を仕掛けてきた。私の苦手な釣り。どのゲームでも苦手な釣り。お、ドジョッチ。いいね、いいね。いつもさ、私不思議に、昔から不思議に思うようやけど、ドジョッチはなぜ空中に浮いているの？飛んでるの？そういうことではないのかな？え、ドジョッチってさ、何？地面系入っとったよね。飛行で、飛行がいいんかな？え、水と地面やった？電気と地面じゃないよね。待って、てか言うこと聞いてよ、月光が。ツバメ返し。どうすか。あ、別に効果抜群とかではない。ゴリ押し系ね。いや、今、絆変化しても相手のおじさん多分一匹しか持ってなかったんじゃないかな。違うかな。シャキーンはいいんだけど。あ、いたわ。いたわ。あ、トサキンと？じゃあ入れ替えようか。じゃあとりあえず、ピチューで。おし、月光が。戻って戻って。進化というか変身したところ悪いけど。いけ、ピチュー。お、トサキントが。トサキントも空中に置いたよね。なんかすごいと思わん。すごいと思わん。水の中でも全然やっていける上に空中に置いとんで。あ、混乱したよ。混乱したよ。ピチュー頑張って。よし、電気ショック。バチ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 。この辺はまだまだないよね、レベルが。効果抜群なのにあんだけしか効かないっていう。おー、逆にレベルの差で、水技でやられそうだよ。効果は抜群だ。あと一発でいけると思うんやけど、あと一発でやられそうでもあるんよね。よし、いや、かける。水の波動、あ、水の波動を使わないでって思いよったのに。くっそー、下げてあげればよかったぜ。よし、月光河で。最終的にはやっぱりそこなんだな。よし。あ、水タイプに水タイプっていう。水手裏剣。いや、まあ、勝つんだろうけども。イェーイ。トサキントもなんか可愛いよね。可愛いっていうか、綺麗っていうか。そんな感じ。お、ニアスがレベル16。するコツを教える必要があるのか疑問に思えます。なぜ？するコツは教えていただきたいよ、私は。釣れるまでやめなければ必ずポケモンを釣れます。そう、勝つまでやれば必ず勝てるのもポケモン勝負です。何それ、ちょっと役に立たないよ、おじさん。この辺別に何にもないね。え？あー、びっくりした。進めんのかと思った。あ、こっちじゃない。向こう側だ。くるっと回ってしまった。あら、野生のコダック。でも私多分コダック持っとったと思うんやけど。待って、ない。
なるほど、前戦ったけどあれか、逃がしちゃったやつか。月光ができたら確実にあれだよね。確実にやっつけるよね。ってことはだ、イワンコあたりで行っとけばいいかな。あ、違う、ゴンベで行けばよかった。ゴンベ手加減覚えてるじゃん。ね、それやったらレベルどうこう関係ないもんね。逆にレベル高い方が確実に1だけ残せるっていう。ちょっと待ってね、入れ替えます。ゴンベで、イワンコ戻って、よっしゃ、行け。ゴンベ、ゴンベの手加減はポケモンを捕まえるときには本当に本当に重宝しているので。お、いい感じいい感じ。相手の攻撃は全然効いてないぞ。ほい、それじゃあゴンベ手加減。お、コダックも水の波動が使える。いけい。はい、オッケー。あ、助けを呼んでる。どう、誰か来る。あら、来た。どう、どっちの方がレベル上。15。あ、じゃああっちはやっつけていいね。さあ、のしかかってやれ。おお、いや、全然大丈夫。すごい威力っぽい感じの音してるけど全然大丈夫。さあ、ゴンベ行くんだ、のしかかり。のしかかる瞬間体がでかくなるんだな。不思議すぎん。ほい、そして、あー、もう助け呼ばなくていいよ。なんか結構こういうのでさ、あー、来た。ね、結構続くよねこういうの。お、女の子や、私女の子の方がいい。ということで、はい、この子に手加減で。コダックは性別でなんか見た目違う？いや、何も違わんな。二人とも間抜け面だわ。別にくちばしの形が違うわけでも、上の毛が違うわけでもなく。ほい、じゃあ右側の子をやっつけましょうかね。舌で舐める。あと1しかないけん何の技でも大丈夫やろ。効果ありってなっとったし、ちゃんと。ゴンベも一応じわじわやられんよね。じわじわと。ほら、もう体力が半分ぐらいなくなったよ。よし。え、でもあれさ、体力のとこ微妙に残っとったことない？ほい、それじゃあこのコダックを。あー、助け呼んでるよ。女の子が助け求めたら来るかもしれないな。ほら、来た。来たよ、コダックの王子様。レベル15、この子はやっつけると。レベル上げにはね、すげえいいんだけどね。ストーリーを進めるときに現れられたらちょっと。あー、かわいい。さあ、のしかかり。ぺっちゃんこやん、ぺっちゃんこ。よし。さあ、ここで。そろそろ大丈夫。あ、いけるいける。よーし、ここで。スーパーボール。いけい。回復はあれかな、キャプテンがしてくれるかな。え、こままとか言うわけじゃないよね。よし、オッケー。やった、コダックを捕まえたぞ。コダックにスーパーボールを使うっていうのもなんかあれな感じやけど、まあ買えるから、うん。うん。コダックのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。あ、いいね、そのポーズ。アラルちゃんみたいじゃない。キーン。登録完了。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。コダック、アヒルポケモン。いつも頭痛で悩んでいる。痛みがひどい時ほど強力な念力を放つ。大変そうやね、一年中頭が痛いっていうのも。はい、それじゃあボックスへ。そして、あ、違う違う違う、この子は B ボタンを押したらそういえば遅くなるんだな。お、どうしました、何かお困りごとが。ほら、あそこをご覧ください。なになに、ん、ポケモン、ダイナミックな水しぶき。もしかするととんでもないポケモンが捕まえているかも。何、釣りをするってことかな。
そこで島めぐりさんに水しぶきの原因を調べてもらいたいのです。もちろん泳いでとは言いません。素敵な贈り物をしますから。アイナのライドギアにラプラスが登録され、マジでラプラスくれるん？ポケモンラプラスに乗せてもらうと水上を移動できます。そう、水しぶきに近づいて調べることができるんですよ。なぜ自分で行かないの？水辺の真ん中、水しぶきがあったろ。水面が揺らめいている。ポケモンライドをしますか？ほい。あ、すげえ。あ、そういう感じで乗るのね。え、ラプラスに直接乗った方がよくね？なんかすごい装置つけるんだな。あ、あっちになんか道具とか落ちたんやけど、気になる。あ、なんかすげえ速さでいっぱい散ってった。え、普通に魚じゃない？違うの？あ、魚は魚でおったけどってことか。ポケモンもポケモンでおるんやね。ん？これは？鉄砲じゃないんや。野生の弱し。イワシ的な感じ？弱しかな？弱し？え？女の子なんや。え、じゃあ捕まえたい。この子捕まえれる？捕まえれるんだったら私ゴンベ使って捕まえたいんだけど。回復もしてあげたいけどさ。なんかこういう流れ、イベントの流れで出てきたけんさ、捕まえれんのかなって感じもするけど。一応試してみる価値はあるでしょう。何水のリングって。あ、かわいい。なんてかわいいの。目がうるうるしてるんだけど。ゴンベ手加減。いやー、あんなかわいい子をやっつけることはできないでしょう。え、水のリングで体力を回復だって。あ、そういう技なのね。ほら、スーパーボール入りな。やっつけないから入りな。さあ、どうだ。出てきたよ。でもあれよね、捕まえれんこやったらあれやろ、投げちゃいけないみたいな感じの警告出てくるよね、多分。あ、間違えたけどいいや。手加減、もう一回手加減使ってから使うつもりだったんだけど。ほら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 、違う、手加減をしよう。ゴンベゴンベ、もう一回ちょっとやって。なんかちょっとずつ回復しよるみたいやけんさ、一応手加減やったら何回でも1で止めれるやろ。塩水ってなんかそのまますぎる名前やな。さあ、ほら、微妙に回復されたけど、これで。さあ、捕まってくれでいいんか。この子はダメってことかな。まあ、またきっとそのうち出てきてくれるだろう。ってことで、しょうがない。あんなうるうるした目で見られるけど、さあ、やっつけよう。やっつけるときには容赦ない。あ、なんか主人公の格好が違っとった。やっぱ陸上でのライドと格好違うんやね。ちょっとセクシーにお腹が出とったよ。あら、まあ、水しぶきを上げていたのは弱しだったのですね。小さな弱しがあんな水しぶきを上げるんですね。バシャバシャ。あら、なんでしょう。あちらからさらに激しい水しぶきが聞こえます。ポケモンでしょうか、それとも人でしょうか。人だとしたら溺れてるよね。とにかく確かめに行きましょう。何、どこどこ。バシャバシャって丘の奥から聞こえたろ。どれ、あれ、いや、あれは滝だぞ。こっち、丘の奥、こっち。何、どれ、どこ。あら、上がってしまったけど。上がってしまったけど。アイナは元気のかけらを見つけた。とりあえずちょっと陸地でこう、あれ、こっちじゃないのか。え、でもくるっと回ったけどな。ポケモンライド、これ水上どこでもポケモン出てきたりするかな。んーと、こっちの方。いや、何もいないよ。どこにも何もいないんだが、滝じゃね？滝の話ではないんかな。あ、早く泳げるじゃん。この先には進めんのかな。ね、あっこから降りられたらもっと別のとこ行けるんじゃないかなって思うんやけどさ。ちょ、待ってね、こっちから、ちょっと回って行ってみるわ。
とりあえずあの中ではないということは分かった。お、何？雫も雲、私の苦手な雲。でもこの子持ってないんよね。持ってないんだけど、まあまたそのうち捕まえようということで、やっつけてしまえ月光が。お、これは結構普通に、お、まとわりついてくるぞ。月光がでもああいう感じなんか。なるほど、これは普通に捕まえれるかもしれんな。それじゃあ、いやでもこれでやったらやっつけれんかも。知らんぷりですって知らんぷりですって、ちゃんと言うことを聞いてよ。おお、なになになに、あれまとわりつかれとるけん。ひえー、雲の糸でってことやろ。さあ月光が辻斬り、ほら普通にやっつけた。あれは何、雫で頭を守っとるってこと。お、ゴンベがレベル26に、イワンコがレベル18に。嗅ぎ分ける、嗅ぎ分けるね。他なんか遠吠えってなんやっけ。大声で吠えて気合を高め自分の攻撃を上げる。あー、いやでもこれを忘れて、ゴーストタイプでも攻撃が当たるようにした方がいいよね多分。今んとこ、お、おや、ゴンベの様子が、ゴンベが進化する、進化するよゴンベが。おおおおお、あの愛らしいゴンベが間抜けな顔にはい来た、おめでとう、ゴンベはカビゴンに進化した。ってことでだよ、カビゴンに進化したということだから、これで、あ、待って、まずはポケモン図鑑ね焦るな焦るな、でっか登録完了、やったね、ビンゴ。同じページのポケモンが全部埋まったろ。カビゴン居眠りポケモン、毎日400キロの餌を食う、食ってる端から居眠りを始め、眠ったものでも食っている。すごいな、食い意地ほい、で、ゴンベがカビゴンに進化したということで、今持っとるノーマル Z ね、あれをちょっと外して、どこ行った、あれどこ行ったよ、あった、カビゴン Z、 これをジェットパワーを使いませんがよろしいですかってどういうこと。だってカビゴンでしょ、え、違うの、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと説明を見させて、説明どうやって見るのこれ、フリースペース、ちげえよ、え、どういうことなんやろ、なんか効果ないらしいんだけど、なぜだ、あ、なに、いつの間にこっちに移動してきたの、早くね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。